メネンデス・ペラヨ国際大学は、スペイン・マドリードに本部を置く、公立大学。発祥の地は、カンタブリア州サンタンデールであり、サンタンデール、バレンシア、バルセロナ、カルタヘナ、クエンカ、グラナダ、ラリネア・デラ・コンセプシオン、セビリア、サンタクルス・デ・テネリフェのスペイン各地にキャンパスを構えている。また、アコルーニャのルイス・セオアネ財団とサラゴサ大学、ウエスカキャンパスでも講義が行われている。歴史学者のマルセリーノ・メネンデス・イ・ペラヨの名を冠している。ユーインプは、スペイン教育省内の自治組織であり、高等文化のための学術センターと定義されている。留学生に対してスペイン語とスペイン文化を教えることについてはスペインで最も重要な大学である。学士号に加えて22の修士号と8の博士号を提供している。マグダレーナ宮殿スペイン第二共和制下の1932年、フェルナンド・デ・ロス・リオス教育大臣による提案で、カンタブリア地方のサンタンデールに、サンタンデール国際夏季大学が設立された。1913年から1930年まで、スペインをアルフォンソ13世が、夏季の離宮として使用していた、マグダレーナ宮殿に本部が設置された。この宮殿はそもそもサンタンデール市議会によってスペイン王家に寄贈された建物である。1933年から1934年の初代学長は言語学者のラモン・メネンデス・ピダルであり、1934年から1936年の2代学長は物理学者のブラス・カブレラ・フェリペである。詩人のペドロ・サリーナスが事務局長を務めた。1933年から1936年の夏季にはスペイン語やスペイン文学などに関する多くの講座が開設された。これらの講座は1926年からメネンデス・ペラヨ・ソサイティで講義を受けていた外国人やサンタンデールのマルケス・デ・バルデシーリア大学病院で学んでいた医学生に向けて開設された。ラス・ラマス大西洋公園1930年代後半のスペイン内戦期には大学の活動が停止し、1945年まで活動は再開されなかった。1945年にはメネンデス・ペラヨ国際大学の設立が承認され、1949年にメネンデス・ペラヨ国際大学が設立されると、1949年夏にはバルセロナ伯父アンデ・ボルボンからの援助を受けて、かつての所在地であるマグダレーナ宮殿に戻った。大学活動が活発化すると、サンタンデール市街地の北側にあるラス・ラマス大西洋公園にキャンパスを建設する必要が生じ、また居住施設や教室も必要となった。1972年にはカンタブリア地方唯一の総合公立大学として、サンタンデール大学が設立され、メネンデス・ペラヨ国際大学もあるラス・ラマス大西洋公園にキャンパスを構えている。1983年には活動をさらに7都市に拡大し、より期間の短い講座を導入した。メネンデス・ペラヨ国際大学の本部がマドリードに移されたことで、カンタブリア州に本部を置く公立大学はカンタブリア大学のみである。2008年にはバレンシア州政府やエオイビジネススクールなどの機関と協定を結び工業技術の組織と管理に関する修士号の提供を開始した。2009年にはカンタブリア大学と共同で行っているカンタブリア国際キャンパスのプロジェクトがスペイン教育、科学、スポーツ省から国際優良キャンパスに認定された。1987年、メネンデス・ペラヨ国際大学は、スペイン系メキシコ人の起業家であるエウラリオ・フェレールの講演で、メネンデス・ペラヨ国際賞を創設した。マルセリーノ・メネンデス・イ・ペラヨの精神に基づき、人文主義的に価値のある活動を行った文学者や科学者に対して与えられる。スペイン語圏、またはポルトガル語圏の人物が対象となる。ありがとうございます。